どうも、舞姫大学の特別講義でございます。ナミさん、凍結注意ですね。いや、私のね、町でもね、だいぶ寒くって、日本全国寒波が来てるみたいなんですけども、今朝ね、洗車をしようと思って、ホース出したら、ホースがね、固まってて、で、キュッとね、バルブをひねると、こうバルブが開かないんですよ、まず。凍ってて。で、その辺は、まあそんなに極寒地じゃないんでね、しばらくこう温めて、手でやっているとこうペアッと開いたんですけども、ホースの中に詰まってる水が深夜早朝のうちに凍ってたんで、結局水出なかったんですよ。ということでね、寒い中洗車しようと思ったんですけども、できませんでしたね。寒いですね。撮影中にすみません。ナミさんも撮影中ちょっとね、あったかそうな服着てるのをここ昨今見かけたわけなんですけども、この動画を見ていらっしゃる方は皆さんいかがですかね。いや、私あんまり寒さ暑さでああだこうだ言わない方なんですけども、まあでもね、言わないからといって思わないわけじゃなくて、今日は足の裏が冷えるなぐらい思うわけなんですよ。まあそうなると、その暖房ってものにも目がいくんですけども、最近はね、電気代がむちゃくちゃ高くなっちゃってね、これも仕方がないことなのかなと思いますけども、なんかね、やるせないですよね。電気代が上がると全ての物価高騰に関わってきますから。まあそういう意味でも、今はね、この戦争したり紛争したりするよりも平和でいた方が、みんなで経済的な豊かさを享受できるんじゃないかなと思うんですよ。でも反面、なんかこう混乱が起きた方が、まあ大逆転できるっていうね、物騒な考えも未だにあって、富豪はなんか事故の裏で生まれるっていう言葉もあるんですよ。つまりは事故が起きたから、そこで、急激な収入を上げる人がいるっていうね、まあなんともいやらしい言葉ですけどね、現実まだまだそういう風なトラブルの裏でいい思いをする人がいるっていうのは避けられないのかなと思います。まあ今日はね、舞姫大学の特別講義ということで、何かね、これだってものはお伝えすることがないんですけども、まあでも本日その寒さの中で私の身の回りで起きている現状と、それから思うことをね、簡単に話させてもらいました。いや、ご安全にお過ごしください、皆さん。なんかね、付け加えるとすると、不要不急の外出を避けましょうみたいなことをね、言われてるんですよ、この寒い時期に。この不要不急の外出を避けるって言葉って、例の感染症が出てきてから言われるようになったんですけども、この言葉定着するかもしれないですよね。でも、不要不急って言われて、自分のやること、なすことは不要不急ですっていうふうに思える人ってそんなにいるのかなと思うんですよ。自分にとって自分の行動ってのは、他人のどんな評価を受けようと、社会的な意義がどうあろうと、自分にとっては大事なんでしょうね。だから、ちょっとね、なんか危険な言葉ですよね。人を苛む言葉というか、不要不急って言葉はね。使い方気をつけようかと思います。それでは、お疲れ様です。ありがとうございました。